はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。コールオブデューティー YouTuber の長谷慎です。ということで本日2018年6月26日になんと新師団のこちらですね、騎兵が追加されたわけなんですけども、この騎兵をね、セットするとメイン武器がなんとね、こちら騎兵の盾に変更されまして、サブになんとね、全武器のジャンル、ハンドガンからもうショットガンも含め全武器のジャンルをね、サブに装着することができると。でもね、アタッチメントがちょっとね惜しいことにつけることができないんですけど、まあサブにね、SMG の PPS 値を持つことができる時点でもう最高ですね。で今回のこの騎兵をね使ってまあやっていこうと思うんですけども、この騎兵のねスキルを見ていただきたい。まずレベル1、攻撃を防ぐ盾を装備することができると。でレベル2がダッシュ中に盾で敵を攻撃することができるんですよね。この盾っていうのは、まあ撲殺ですね、敵をね叩いて倒すみたいな感じなんですけども、まあ主にハードコアだったら確かね一発なんですけども、普通のノーマルのモードだったらね、2発叩かないとダメなんですけども、ね、ちょっと振りが遅いんでボンボンぐらいのペースなんですよね。だから結構1秒ぐらいかかってしまうので、一発の殴りから次の殴りに出るまでちょっとねこれは難しいところなんですけど、頑張っていきましょう。でレベル3は目標達成能力の強化ということで、これ多分あれかな、だからハードポイントの拠点に入ってる時とか、ドミネーションの旗取りの時とかのポイントのあれかな、強化かなって感じですね。でレベル5、じゃレベル4が、目標スコアの増加プラ増加&2アシストで1キロ扱いってことですね。あってことはこれ目標の達成能力の強化ってこれちょっと違うのかもしれないが、目標スコアの増加ってことはあれか、これがレベル4のやつがポイントに入った時の、スコアが増えたりするのかな。で2アシストで1キロ扱いなんで、ってことはこれは多分電撃戦と組み合わせたらなかなか普通のマッチではいい感じかもしれないですね。盾で守ったり、盾で一発だけ殴って逃げたりしたら、で味方がそのね敵をやってくれたら、2アシストで1キル分なんで、多分電撃戦がかなり光るんじゃねえかなと思うんですけども、今回はですねこの騎兵の盾まずはちょっと見ていきましょう。こんな感じですね、セットが。で走りながらこれですね、まあ、これ走ってるんですけど、まあ、あの最初のワールドオーツの時の銃剣みたいな感じですね。盾でビューって走りながら突進することができるんですけども、なんかこれトップスピードで敵にぶつかったら敵でワンパンできるのかな、ちょっとね後で検証してみたいと思います。まあこんな感じですね。ポチンポチン、結構遅いねこれね。だこれマジで1秒ぐらいあるかな、今これ最速で押してるんですけども、このペースなんでちょっと難しいかなって感じなんですけど、でもねこれあれ、はい、ということでちょっとね説明の間に失礼します。今ですねこの騎兵の盾の殴りのスピードですね、ポンでポンぐらいちょっとね遅いなーって言ってたんですけども、もちろんねセラーテッドをつけることのように、これはこの効果はですね、近接攻撃が速くなる効果がついてるので、もちろんこのセラーテッドを使うつけることによりなんとターン結構速くなりますね。なので本当縦メインでね結構殴りにかかりたい人とかはセラーテッドは欠かせないかなといった感じはしますね。ダッシュしながらで殴って結構速くなりますね。だいぶ全然違うと思うんで、縦でねメインでやりたいなっていう人がもしいらっしゃいましたらセラーテッドをおすすめします。ということで先ほどの説明に戻ります。これ中腰にやってやったらね足元まで攻撃を防ぐことができますね。この状態だと足元ねガラ空きなんで足元撃たれたらね、弾が当たってしまうんです。でもこうやってねしゃがんだら、全弾回避できますね。だから敵がこうやって回り込まれてもすぐこうやってスッてやったら、で敵がリロード中に武器持ち替えてブーンって回りですし、敵がリロード中にプーンからのプーンみたいな感じで倒すのもありということで、今回ねこの新師団の騎兵を使ってフリーフォールマッチングするかどうか分かりませんけども、一回ねやってみたいと思います。レッツゴー。さあウィンターカレンタンのフリーフォールが始まりそうでございます。ちょっとこのマップで頑張っていきましょうか。縦プレイ、騎兵の盾を使ってなるべく縦だけで戦いたいなと思ってるんですけども、どうしてもねやっぱり囲まれてしまったりもうやべえと思ったらね、ちょっと PPSH などにも、ちょっとね攻撃をパッパッと当てて縦に切り替えてパンと殴るみたいな、まあねやっぱ縦っていうのは2発で殴らないとダメなんで、敵がねダメージ食らってて体力が減ってる状態だったらね基本的に一発で倒せると思うんですけども、ちょっとねやっぱり、まあ、切り返しがちょっと難しい場面もあると思うので、そういうところはね PPSH も使ってね、なんとか切り抜けていこうかなと思います。投げナイフね、セラーテッドだったら2個持ってるんで、この投げナイフもまあ余裕があれば使っていくか、これ縦構えながら投げナイフやったら多分瞬間的にペペー流れると思うんで、そこを見せつけていきたいな。ちょっとやってみようか。まずこの目の前で縦構えながら、あこれは良さそうだな、ちょっと頑張っていこう。さあ行くぜ。まず入り組んだところに潜り込んだ方がいいと思うんで、ちょいとばかし、まあ足も遅いからな、縦プレイってなると。さあ、ここいるの分かってるんで、後ろ一発タッチからの2タッチ、1枚抜いていく。
後ろから来てるんで、ここはしか守りながら行くぞ。ここしっかりちょっと行ってみようか。後ろから殴られそう、殴る可能性もありますけども、当たってないんだったら一発殴って、流れで二発殴って、一回角でこうやって守りながら体力の回復をしていく。さあちょっと一回逃げようか。逃げといて、まずは2キル重ねることができたんで、盾も仲いそうですね、これは。ちょっと待って、ここでバレてるの嫌だから一発殴っといて、流れでよっしゃー、トリプルキル、オーケー、ウィニョットか。なるほど、ということなのであれば、ちょっとあの2階にいた鉄橋を倒しに行きましょうか。待ってよ、バレてるな。サイドから来られたらやられちゃうと思うが、とりあえず正面だったら負けねえぜ。さあカットしていく、なんとか下がって、さっき2階にいたの分かってるんで、もしかしたらバレてるかもしんないけど、怖いけどね、行ってみようか。いた、そこにいるの分かってるから、とりあえず来た、一発殴って、いやマジか、銃剣か。くなんかちょっとね、あのずれて、うおネズミの大群だ。ちょっとねずれたらサイドがガラ空きになってしまうんでね、そこだけがちょっと難しいかなといった感じなんですけども、後ろ取りましたね、これワンチャン距離詰めていけるんちゃうかなと思いますけども、ここでしっかりと、うんー、投げナイフオッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね、しっかりと余裕があるときは投げナイフで、待って後ろかーく、そこずっといんなお前、 AR でずっと停滞してますね。あそこでキル稼いでるって感じが、これ海外ロビーでしたね、まさかのまさかの海外ロビーだったんですけども、投げナイフを投げていく、当たれ、ここ、うわ惜しい、待って、この距離どうな、ちょっと一旦基準装置来てる、待って、油怖っ、めっちゃ怖いな、これ稼働から湧いてるな、湧いてるっぽいな、ってことはここワンチャン怪しいんちゃうかなと思うんですけども、やはりな、待って、あれ銃剣小僧や、待って、これまずいぞ、金スマ来てるから、一旦ここは慎重に距離を詰めていこうかなと思ってるが、待って、一回投げて、ツータッチしていく、オッケー、伸びしろですね、来た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 、一旦逃げようか、一旦逃げて、でも逃げるって言ってもな、入り組んでるところの方が強いと思うから、あえて戻る作戦とや、湧いてたら美味しいけどな、湧いてることはないと、ちょっと一回じゃあ冒険に出ようか、敵も入ってきてくれたんで、結構人数的には悪くないかなといった感じっすね。そこの奥いいんだけど、これ足遅えな、これ何やこれ、届いたらいいですけども角にいないよな、角にいないことは願いつつ、ちょっとここは敵と遭遇しないパターンかな、やっぱ角に遠いな、これはそこそこいるんで、一旦中入っちゃいましょう、俺も丸ごと入っちゃおっか、オーケー、ワンタッチキルですね、今の敵がダメージ食らってたということだったのかな、わからないけども、一旦入っていくか、この中建物の中入っていきましょう、気づかれてないぞ、これいけるぞ、トップスピードで突っ込んで、ワンタッチツータッチ、いいっすね、からの下下っていくぞ、下下ってワンチャンロングから来る可能性もあるから、ここの建物を陣取るか、そうしようか、ここの建物陣取りで、いやー、いけたいけど、当たるかな、あ、投げる持ってなかった、やばいぞ、これ一発やって、あと一発殴って、いやー、行きたかったな、今のもったいないな、ちょっと走り方の詰め方ミスったな、なかなか面白いね、盾二発殴らないといけないっていうのがちょっとね難しい、やめした、これは難しいところではあるんですけども、まあまあまあ慣れるまでの辛抱って感じやな、カック俺の時そうで怖かった、今大丈夫でしたね、なんとか。さあワンチャンこの2階またいると思うんで、下から普通に迫ってきてる感じはあるから、ワンタッチツータッチしていく、いいっすね、ほんでもってもう一人いるの分かってるから、ワンタッチツータッチ、オッケー、いやー、なんかこれあれやな、火炎放射も耐えれそうだね、今普通に耐えれてたな、いい感じに、はっ、オッケー、投げナイフ、いいっすね、なかなかいい連続キルが繋がってるんじゃないか、くらえ、おー、うまい、今のやばい、今のはうまいわ、レッツゴーですね、今のはワンチャンもう一丁、待って、これは厳しい、この距離感は厳しい、でも突破口クロスファイアでアシストポイントでキル加算なのかな、あれは、待って、今いたな、分かってるから、ここはしっかりとリロード、待てよ、あいつが近接ってのが分かってるから、カットしていく、いい距離感ですね、なかなか今いい追い詰め量できたんじゃないか、追い込み量かなんだ追い詰め量って。さあこの2階が怪しいが、待ってよ、こっちのサイドも怪しいんだよなという気はする、ちょっとこっちサイドの探検行ってみるのもありだけど、ちょっとよ、どこが一番敵と接敵するのかな、敵の立ち回りがよく分からん、待って、これまずいな、いやーマジか、これ足元、いや普通に囲われた感じかな、今の普通に火だるまになってもうたけども、角におったな今、けどあっちまで走っていくのは時間のロス、そしてケツが怖いんで、後方が一旦ここはしっかりしのぎきって、おるの分かってるから、リロード中に攻め叩いていきたいところである、え、なんか当たってない今の、嘘、また抜けたんかい、すげえな、しっかり当たり判定してんな、おい、待てよ待てよ、かなりスローペースな試合ではあるが、結構助かってる、こういう試合展開の方が、来週はキャンタンスイカスメリア、キャプテンユーガー、
大丈夫ゴリラだぞ。さあセンターに寄ってきたものの来週から今日さこれさ来週に寄ってくるあまりぐらいね。だから利用中に長取りでお前やばいってマジで。それ当たってないん。ワンタッチツータッチで倒していく。ほんでもって外周から攻め叩いて、どこだけだよ。多分オッケーだと思うんで、あえてこっち攻めていきましょうか。ここら辺で空いてるんちゃうかと思うんで、空いていないということなのであれば、いないよね。若干縦のあれがでかすぎるから視界が悪くなるかなーって感じもあるが、まあそこまで心配はいらんか。さあ来るなら来いよ。ワンタッチツータッチ、いいっすね。縦は壊されないですからね。さあここしっかりと、いやー切り返しうまかったな今の。惜しかったな。あと少しでしのぎ切って殴りに持っていけそうでしたけども、待てよ、これ感度が速い方がワンチャン活躍的にはするかもしれんな。はっ、いや当たってないそれ、くらえ。いやー惜しいな、投げナイフ結構山なりなんのか、もったいねえな。ここはしっかりと追っかけていきたいところ。さあワンタッチ、よし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 、敵が撃ってくるところを殴っていく。まさか、さあ近くに敵が湧いてくる可能性があるから、あえて広く外周サイドを通っていく。センターに来たな、あのセンターに飛び切れるんか。こっちに来てくれてありがたいが、普通に先立て気づいてないな。これいけるぞ、いったん投げナイフいくか。ワンチャンの、待って、これ投げたほうがいいな。これ投げれる、トップスピードでタッチや。後ろからやったら一発なのかもしれないな、もしかしたら。くらえ、待って、やばい、これはまずい。一旦飛行、上からも打たれてるのか、なるほどね。外周からも来てるんだったら、いやこれまずいぞ。よし、リロード中、チャンスゴー、もう一丁、オッケー、レッツゴー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 。一旦外周寄ろ、一旦外周寄ろ。お尻が怖いが、サクッと抜けていくぞ。サクッと抜けつつ、今トップ3には間違いなく入れてて、かむしろ1位やから、これはトップ3に君臨したいところではあるよね。なるべく盾を使って器用に、あえてこっち引いてこっか。いや待てよ、詰めてくるはずやから、一旦ここはしっかりとしのぎ切っていく。ほんでもって2タッチ1タッチレッツゴー。ほんで外周が来るんちゃうか。残り2分、残り2分でなんとかキルを稼いでいきたいところ。1タッチ2タッチレッツゴー、ユーブオンワイン。さあキルペース上がってきますよ、どんどん。こっから行こっか。ワンチャン各俺んとこ来るかもしれんけど、大丈夫でした。外周大丈夫なんやったらこっちやな。よし決めるぞ、行くぞ。さあ敵がどっから来る、すぐそこにいるの分かってるけど、投げナイフワンチャン、くっそむずい、投げナイフがどこ行ったあいつ。いやーこれは届くかな。走りワンタッチツータッチ、ワンチャン上にいるんじゃねえかという予想がするが、大丈夫か、いけそうだな。敵の、うわー中堅か、タイミング悪かったな。まあでも一応戦闘距離があるんで、やばくなったら戦闘距離で頼っていくっていうのもありなんじゃねえかなと思うが、さあどうでしょうか。こいつ中堅ついてるから、ワンタッチ挟まれている、しっかりとタッチで行きたいが、ちょっとあざあざ挟まれてる可能性あるよ。オッケー、ツータッチ、いいね、なかなか悪くないんじゃないか。さあどっから来る、そこいるの分かってるんだから、よいしょ、来るなら来い。ピーペスエッジでタッチ、いやー立っちゃったな、もったいね。歩きながら行ってよかったな、もったいないけど、だいぶ縦でキルできてるからな。よし投げるも当たった、やっと当たったぜ。よしよし、若干回線ラグあるからな、そこも考慮して戦っていきたいところ。結構山なりで落ちんな、投げナイフ。後ろが怖いところではあるが、なんとか、ちょ待てよ、ワンタッチツータッチ、切り返しが早い。さあラスト、ちょ火炎放射じゃなくて戦闘力を使っていきましょう。ブンブンブン、いくぜ。このまま優雅にキルを重ねていこうか。俺死んでる抜かれてんな、しっかり。残り10秒で1キルできたらいいかなって感じはするが、さすがにこの近くには敵はおらんな。ということなのであれば、これで終了ですね。なかなか1キルできたんじゃん、27キルもできたら十分でしょう。かなりスローペースな試合でしたけども、なかなか楽しめることができました。ということで、今回はね、新師団の騎兵のね、騎兵の盾を使ってプレイしてみました。なるべくね、縦プレイできたんじゃないかなと思うんですけども、これ果てしにですね、これ抜かれてましたけども、まあね、ワンタッチしてからの視点操作ですね、しっかりと足元を隠しながら中腰で、移動しなければ足元打ち抜かれてしまうんで、そこだけ注意してください。ということで今回のこの動画ね、少しでも楽しんでいただけたらぜひ皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。